毎年冬になるとシェルターのオムニアムが不足するから、ハガードが下のタワーにオムニアムを送り込むんだ。しかし今日は問題が起きたってこと。まあそう慌てるなって。多分エナジー供給の指令ミスがあったか、スイッチの誤作動だろう。まあ上の連中に直接聞いてみないとはっきりしたことはわからないが、俺がオベリスク上層部域の転送ゲートを開ける。でも短時間しか持たないからしっかりついてこいよ。立ち止まりなさい。さもなくば強制措置を発動します。アストラ島からフランツさんと一緒に来ました。うむ、アストラシェルターコードナンバー HT501。 記録、ミアは初めてハガード区域に入り、他の AI サーバントと情報交換します。ようこそ。俺の名はカラマ、第9地区のエクセキューター指揮官だ。カラマ隊長、オムニアムタワーに何か異常でも？アイダの子がオムニアムタワーのエナジー伝送モードを改ざんした。5つのタワーそれぞれに蓄積されたエナジーが俺たちの足元にあるセントラルタワーに逆流してきたんだ。セントラルタワーのエナジー貯蔵量には限りがある。限界値を超えればここにある設備は過負荷により損傷する危険性がある。問題は深刻そうだな。何か解決策は？こうなった以上は余分なオムニアムを地表に放出するしかない。だがそれは放射能汚染を伴う。何度も使える手ではない。やれやれ、このトラブルには長官のエルリックも頭が痛いだろうな。おっと、君の話をしよう。ここに来る前に君の大体の状況は伝えてある。フランツさんから届いた報告書に、戦闘中にお前が一瞬時空の歪みを引き起こしたと書いてあった。それは本当なのか？はい、周囲の時間の流れが異常に遅く感じる時があります。それは俺たちが幻想タイムと呼ぶ現象だ。人為的要因で局地的に時間軸に異常が生じる。エクセキューターの隊員にしか使えない特殊能力だ。エクセキューターはハガードが各種オムニアム災害に対応するために組織した精鋭部隊だ。隊員は時間軸をある程度操作できるよう遺伝子を操作されている。エクセキューターのデータベースにお前に関する情報があった。最後の記録は半年前、お前とお前の正体がある作戦の最中に失踪したと書かれていた。俺がエクセキューターですか？お前がエクセキューター部隊の隊員だったことは確かだ。だがこの半年の間、お前の身に何が起きたかははっきりしない。エルリックは、君は第9地区の所属ではないから
自分たちも君の詳細情報にはアクセスできないというんだ。つまり君は他の地区から来たのではないかと。他の地区？ああ。だがエルリックが言うには今は非常時だから、ひとまず君も第9地区の管轄下に置くそうだ。俺たちの前には問題が山積みだ。アイダの子が虎視眈々と機会を伺っている上に、オムニアムタワーの異常も早急に解決しなければならない。ハガードの第9地区は今人手が足りない。そこでお前にアイダの子の陰謀を阻止してもらいたいのだ。お前の件は第9地区のオフィサーであるエルリック様に報告済みだ。今すぐ会いに行ってくれ。ハガードへようこそ。私が第9地区のオフィサーエルリックだ。カラマ隊長から事情は聞いている。君のように優秀なエクセキューターを迎えられて非常に嬉しく思う。ジークのことで何か分かったらすぐにフランスさんを通じて連絡を入れる。できるだけのことはすると約束しよう。ありがとうございます、エルリック長官。アストラシェルターに救出された時にはすでに記憶を失っていたとフランスさんから聞いた。それは事実かね？はい、何も覚えてなくて。報告書には君は高度な戦闘スキルの持ち主だとあった。エクセキューターとして身につけたスキルは記憶とともに失われなかったようだね。それはつまり君がまだエクセキューターとしての職務を果たせるということだ。期待しているよ。部隊に戻る前に精密検査を受けてもらいたい。君の身体データを記録してサプレッサーをアップグレードせねばならない。わかりました、もう準備はできています。準備はできたか？活用してほしい。お、仲良くやってるようだね。フランツさん、大丈夫？あれ？大丈夫大丈夫。どうだい？おじさんたちにいじめられなかったかい？フランスさん。ね、事情は全部話したのか？いや、まだだ。おやおや、いつもの悪い癖だ。隠し事ばっかりするくせに、他人には命がけで働けって言うんだから。この子の身に何が起きたのかは、まだはっきりしない。先ほどの検査で、サプレッサーのチップから、未知のウイルスが発見された。ウイルスはエクセキューターのデータベースに攻撃を仕掛けようとしたが、我々は直ちにそれを察知し位置を特定した。だがウイルスは発見されるとすぐに自動消滅したため、感染経路をたどることはできなかった。え？そんなことが。で、君が記憶喪失っていうのは本当？精密検査の結果、記憶が人為的に抹消されたことが分かった。それ以外は特に異常はない。何か他にもっと有益な情報は？すまない。
君の素性については引き続き部下に調査させる。どうか我々を信じてほしい。何も発見はなさそうだな。こいつは本当に他の地区から来たんじゃないか。いろいろ聞きたいことがあるようだね。フランツさん、さっき言ってた他の地区って一体どういう意味？うん、そうだな。ずっと昔、俺たちがタイムリバースを研究していた時。フランツさん。はいはい、あまりベラベラ話すな。だろ、分かってるって。すまない、君を疑っているわけではないが、今はまだはっきりしたことは言えない。ただタイムリバースの件には複雑な事情が絡んでいる。ハガード内部でも極秘中の極秘だ。どうか理解してほしい。わかりました、エルリック長官。約束する。時期が来たら全てを話す。一から。ああ、その約束は俺も聞いたからな。忘れるなよ、エルリック。それとジークの消息を探す手伝いもな。その代わり、オムニアムタワーの修復やアイダの子への対応は君に任せる。わかった、オムニアムタワーの件は俺たちに任せてくれ。他に用事は？特になければこいつと二人きりで話をさせてもらえないか。ああ、こちらも仕事が山ほどある。それにこれ以上私から話せることもないしな。ああ、またな。進展があったら真っ先に知らせるよ。ID と権限をチェックします。エルリック、権限レベル5。カラマ、権限レベル4。権限を認証しました。ハガード議会区へどうぞ。正直で言えば、今回は収穫ゼロだったわけじゃない。少なくとも君はエクセキューターの立場を取り戻したし、ハガードはジークの手がかりを探すのを手伝うとも約束してくれた。だが、エルリックたちはまだ君を完全には信用していないようだ。無理もないさ。君が一体どこから来たのかはっきりしないんだからな。君に隠し立てをするのも仕方ない。そう気に病まないでくれ。彼らが警戒するのも無理ないよ。それと、いろいろ助けてくれて本当にありがとう、フランツさん。大したことじゃないさ。さてと、ここからやることが山積みだ。俺はひとまずアストラ島のオムニアムタワーに戻って状況を確認するよ。パウルからのメッセージが大量に届いてる。大丈夫、ここで起きたことは俺からパウルに説明しておくさ。君はよければここを見学していくといい。何しろ今や君もハガードの正式なメンバーなんだからな。アストラ島のオムニアムタワーで待ってるよ。あまり遅くならないようにな。どうだい、記憶抽出装置の効果は？現実をもう一度体験しているみたいだ。過去の出来事をこんなにはっきり思い出せるなんて、
記憶抽出装置は君の過去の記憶を完全に呼び覚ましてバックアップもできる。少なくともエルリックはそう教えてくれたが、この記憶が完全に真実で間違いないかというには、やっぱり疑問が残るな。フランツさん、ちょっとめまいがする。おいおい、大丈夫かい？なんて冗談だよ。おい、こっちは真剣に確認してるんだぞ。本当に大丈夫なのか？俺は大丈夫だよ。そうだな。俺と君はどこで知り合った？アストラシェルターの遺跡の入り口。それじゃあ、君が正式にハガードに復帰してから今までどのくらい経った？半年くらいかな。最後の質問だ。君の次の任務は何だ？それは本当にまだ誰にも言われてない。おっと、すまん。てっきりエルリックから話は聞いているもんだと。シャーリーのことなんだが、彼女は一刻も早くベラにジークの行方を探しに行きたがっている。だがあちらとこちらを結ぶ転送ゲートはまだ不安定だ。それにハガードからは今のところメリルが率いる招待しか派遣していない。何よりシャーリーの立場はやや特殊で、アイダのことの関係もある。そこで君に彼女の付き添いを頼みたいんだ。もう出発の準備はできたか？ああ、今回は君のために記憶のバックアップも特別に用意した。何しろ君には記憶喪失の経験がある。転送ゲートによる異空間移動の途中でどんな不測の事態が起きるかもわからない。バックアップは無事に取れた。君の望むタイミングでいつでも過去の記憶を体験できるぞ。だけど残念ながら抹消された記憶はやはり復元できなかった。いや、君の記憶のバックアップは技術部に頼んでしっかり保管させてある。安心してくれ。そうそう、チャーリーが待ってるから出発する前に話をしてくるといい。What?